一般相対性理論の重要な方程式、基礎方程式のアインシュタイン方程式について、理論物理学者の澤山慎太郎が説明をします。まず、点それですが、例として、このようなものがあります。で、ABCD などは TXYZ や TRθΦ でもいいです。で、座標形は人間の手によって作られたので、一般相対性理論は座標形の取り方に依存しません。なので、このような表記をします。で、一般相対性理論で扱うのは多様体です、実は。それは2点が分離されていて、これがハウスドゥール空間で、局所的な座標が入る、ハウスドゥール空間です。で、例えば、そういう空間を扱っています。で、現実に今の時空は、4次元時空で、多様体になっているわけです。そして、LA の成分は LT、LX、LY、LZ などあって、ベクトルのようなものです。こういうの上付きの1のテンソルといって、下付きのものは下付きの1のテンソルで、と言います。で、TAB などは下付きの2次のテンソルといって、TAB は上付きの2次のテンソルです。で、R の ABCD などは4次のテンソルと言います。こういうのは行列であったり、行列の拡張であったりします。で、主に、どういう性質があるかというと、まず、この A と L で縮約を取ると、ナンバーになる、指数になるという性質があって、あと、テンソルは極小座標変換で、不変なわけです。要するに、この、多様体には極小座標というものが入って、その中での、ローカルな座標形が入り、その座標変換で、不変な量がテンソルというわけです。そして、このようなナンバーを弾き出すシステムがあるわけです。そういう定義です。で、その次にメトリックというものについて説明します。一般相対性理論では、歪んだ時空を考えています。今我々が住んでいるうちは4次元時空であって、空間に時間軸があって4次元になっています。そして、実際に歪んでいると実験や観測から分かっています。例えば、重力レンズ、いや、木星の周期のズレから分かっています。そのような歪んだ時空において、距離を表すのがメトリック、計量と呼ばれるものです。で、以下のように表します。例えば GAB とか Gμ、DXμ、DXν とか表します。で、テンソルの上付きの文字や下付きの文字をメトリックを使ってアニアサニをします。例えば LB というのは GAB の LA というふうになっています。で、計量には対称性があります。これは時空の性質からそうなっています。GAB は GBA です。で、共変微分というものについて説明しますが、曲がった軸の中内部で微分するときには、ちょっと普通の微分から補正しないとならないわけです。それで、このように、まず、上付きベクトルの共変微分がこのように定義されていて、下付きのベクトルはマイナスのガンマで定義されていて、で、2次のテンソルの共変微分、コバリアントデリバティブがこのように定義されていて、一般的にはこのようになっています。で、曲がった軸においては、テンソルの微分が変わる。それがガンマで補正しておられて、で、ガンマはクリストフェルシンボルと呼ばれるもので、このようになっています。このように定義されています。で、ここで、ガンマは通常の微分を意味して、で、これは共変微分を意味します。クリストフェルシンボルは極小座標形で変化してしまうので、テンソルではないです。で、もちろんこれ、この表記の仕方ですが、もともとの、この定理の式から導かれるようになっています。そして、曲率ですが、次に曲率の話をします。時空がどのくらい歪んでいるかを示す量として、リーマンテンソルやリッチテンソル、リッチスカラーという量があります。で、リーマンテンソルをこのように定義します。これが定理式ですね。で、この、R の
C と C で縮略を取ったものが RAB になって、これが立地点それです。で、その A、その立地点数の縮略を取ったものが R で、リッチスカラーです。で、リーマン点数には以下の性質があります。まず、AB を逆にするとマイナスになって、DE を逆にすると、DC を逆にするとマイナスになると。で、あと、ABCD の、これがイコール0になってと。で、あと、AB と CD を入れ替えたものが同じになって、最後に、ビアンキの行動式というものがあります。で、左から、このリッチテンソルには対称性の性質があります。で、ここで、ちなみにこの仮括弧ですが、何を意味しているかというと、例えば TAB は2分の1、TAB 引く TBA のようになっています。で、3つの場合は、このようになっています。これ、順列を意味していて、シグネチャーが負だとマイナスになるようになっています。なので、ABC、BCA、CAB はプラスで、ACB、BAC、CBA はマイナスになっています。で、2の解除とか3の解除で割っています、これは。そういうものです。そして、ここまで来て、アニタン方程式の説明ができるのですが、立地点数と立地スカラを使って、このように書くことができます。で、TAB はまたタームであって、シンクロの時は、RAB イコール0になります。アニタン方程式は原理なので、なぜそうなっているかは、自然から、まあ、導かれたものとしか言いようがないです。ただ、これは何を意味しているかというと、質量があることによって、軸が歪むということですね。質量があることによって、軸がどのように歪むかを表した式です。で、しかも、で、その軸の歪みそのものが、重力ということのわけです。で、それで、ちょっと戻りますが、例えば先ほどの直立のここのリーマンテンソルの性質ですが、これはすべてこのリーマンテンソルの定義式から求まるものです。で、アインタン方程式はこれで、でして、まあ質量があることによって軸が歪み、その軸の歪みがそのものが重力なんだってことを意味しています。で、まあ、まあ、これは原理なので、なぜそうなっているかよくわかんないです。まあ、原理だからということですね。では、終わりです。